昭和日宿根、岡日の宿根、ね、聖没年不詳は、古墳時代の豪族で、都土国造の一人、各親揃く人も記される。父は、初代都土国造のたどり宿根とされるが、貴子弓の息子とする説もある。揃く日のことを、元折乗り長の、古事記伝は貴子弓の息子と断定しているが、古事記、高原天皇城に、木、隅宿根があり、貴神、戸谷津心。 坂本神の外ある。また、都土国像の初代である、たどりすくの子とする説もある。日本初期巻第十四によると、四百六十五年、有楽天皇は、白木神聖を思い立ったが、名のぼりしそという神の言葉を聞いて、取りやめにした。代わりに御事のりを出して、貴少、弓すく蘇我寛氏、大友団連、昇華美すく、ね、らを派遣した。有楽天皇が、 白木討伐に、にかわどろし続けてきた理由は、前年の国家存亡の危機を、未まな日本府の軍救援してもらいながらも、白木が不敬な態度を、大和政権に対して取り続けてきたからである。選挙区は、前年の日本府軍の活躍とさえはなく、行く、行く先の軍を切り取った。白木王は、官軍の紙面に、鼓の声を聞いて、大和軍がことごとく白木の地を獲得したことを知り、 数百の騎兵と共に逃げたという。そして、小弓は敵将を切り捨て、白木をほとんど占領したのだが、白木の異臭は降伏せず、抵抗を続けた。その戦いの中で、大友弾薬を構え組め連打が戦死した。その後、異臭は自然に退却し、官軍も随重して退却していったのだが、小弓も病で亡くなってしまった。それから、父の小弓の代わりに、 息子の清岩が将軍として白木に派遣された。しかし彼は勝手横暴に振る舞い、ソロクヒスクネの司っていた兵馬、船官の官と諸の召喚を取り上げた。そこでソロクビは大岩のことを恨んで偽って同僚の官司にこう言った。大岩が自分にわしはそのうちまたハンコスクネの干渉している司をも奪うだろうと言っていた。 しっかりと守るべきだと、隠して、かんと、大岩には、感激が生じた。くだらの子に騎士は、大和政権の諸将の間に小さなことで確執が生まれたことを憂い、ハンコのところに使いをよこして、国境をお見せしたいと思うので、どうかおいでくださいと言った。ンコたちは靴輪を並べていった。川に到着して、大岩は馬に水を飲ませた。この時、 ハンコは、後ろから、大岩の蔵の,の骨組みをなすところの氷をいた。大岩は、愕然として振り返ってみて、ハンコをいて馬から墜落させた。ハンコは、中流で溺れ死んだ。以上のように、彼らは先を競って、道を乱したため、くだらの王宮に及ばぬうちに引き返してしまった。その後、小弓の藻に服すべく帰国していたソロ首は、各国に滞留し、 静子連に、やた鏡を持たせて、室屋に献上した。そして、自分は、気郷の大岩と一緒にやってゆけないので、各国に留まらせてほしいという願いを伝え、これが認められた。ソロクビは、核心の祖先となった、という最初に派遣された四将軍の中でただ一人、生き残ったのは、ソロクビだけであった。以上のように、白木全土を占領したにもかかわらず、 前年の日本二対航空戦に比べて、成果の上がらない戦いであった。これに相当すると思われる記事が、三国式の自暇律館5年、6年の箇所には、和人、重ね着て、勝海城を破り、人戦を虜にして猿を破り、千人を捕らえて、去っていった和人、総領城を犯し、片ずして猿。王、罰、里氏徳特地に命じ。 兵を両締め伏して、道に候たしむ。擁撃して大いにこれを破る。王、和人がしばしば、強し城を犯せるをもって、遠辺に二条を気づかしむ王は松里氏と徳地とに、命じて、軍隊を引き隠れて、通り道で待ち伏せさせた。待ち伏せして、攻撃を仕掛け、大いに和人を破った。王は、和人がしばしば国境を侵犯するため。 外回りに二つの城を築かせたと描写されている。大岩は、その後、建造天皇三年に再度半島へ渡り、成果を得ずに帰国した、という、ありがとうございます。